はい、吉原です。ここはね、僕の実家、神奈川県の相模原市の戸屋というところにある僕の実家です。僕の実家といっても、僕の両親が今から17、8年前にここの家を買ったというわけ。僕ん家の割と近くにある山の中のお家です。桜があるでしょ。この桜はね、引っ越したばかりの時に僕の両親が庭に植えた桜です。まだその時はね、苗木を900円ぐらいで買ったって言ってましたけれどね、こんなに大きくなって、昨日ね、母の四十九日だったんですよね。で、ここに来ました。あのね、昔僕の両親がまだ若かった頃、父が怪我をして、それで会社を休んだりしてね、クサクサしていたところを、母がね、声をかけて、そんなクサクサしてないで夜桜でも見に行こうって言ってね、一緒に歩いて行ったなんていう話を聞いて、この歌を歌ってみようと思います。桜横丁。春の宵、桜が咲くと花ばかり桜よ紅茶。いつも花の女王、微笑んだ夢のふるさと。春の宵、桜が咲くと花ばかり咲く横丁。愛見るの時はなかろう、その後としばらくねと言ったって始まらないと心得て、花でも見よう。いかがでしたでしょうか。4月4日からね、新番組始まります。吉原のハッピーサンデー。これはね、みんなで、リクエストをね、ハガキでいただいて、もちろんハガキじゃなくてもいいですよ。メッセージでもいいしね、その、概要欄のとこにある、コメントでもいい。それでね、リクエストとか、あなたの、エピソードとかをね、メッセージとかを、いただいて、そしてそれを読み上げながらやるという番組です。4月4日の10時から始めたいと思います。でもライブ配信というわけじゃないのでね、いつでも見れるようにします。で、おはがきの宛先なんですけど、郵便番号 252-0183 吉野郵便局留め、吉原のハッピーサンデー。あなたのメッセージとかリクエスト曲も忘れないでください。それじゃあ、楽しみに待っててくださいね。